いらっしゃいませ、ランディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです、今日もよろしくお願いしたいと思います。はい、今日は、何のカクテルを作ろうかなと考えてるんですけれども、今日はねちょっとオレンジを使ったカクテルを作ろうかなと思っております。はい、で、お酒はですね、まあ、あのオレンジと合わせて果実系の、リキュールを使おうかなと思っております。以前ちょっとこう僕の動画で、まあ、ソーダを使ったカクテルで、ブルーベリーソーダっていうのを作ったことがあるんですけれども、今回そのブルーベリーのリキュールを使うんですけども、前回使った、ものとはちょっと違って、今回はちゃんとこう色が、もうブルーベリーの色ですね、ちょっとこう濃い、まあ、何色なのかな、まあ、紫ではないですね、まあ、赤のような紫のような、まあ、いわゆるまあ皆さんが想像するブルーベリーの色のしたお酒ですね。はい、こちらを使って、ブルーベリーオレンジを作っていこうかなと思います。はい、まあ、これもね、とても簡単で作りやすいカクテルになっていると思いますので、興味がある方は、まあ、明日もね、僕も気づかなかったんですけど、明日は祝日で休みなんでね、まあ、ぜひぜひ、夜にでもですね作ってもらえればいいんじゃないかなと思いますので、挑戦してみてください。それでは作ってみたいと思います。今日もよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。本日使うリキュールはこちらですね。じゃじゃんと、ルジェのブルーベリーリキュールですね。はい、このシリーズはですね、まあ、あのカシスとかでもね、あのたまにあの、ね、見てもらってますけども、本当いろんな果実系のリキュールが、まあ、販売されてまして、本当どれも美味しいですし、何よりもあのどのまあ、他にもいろいろとリンゴだったりとか、まあレモンとかラズベリー、ストロベリーといろいろあるんですけれども、すべてねどのジュースと合わせても美味しいという、なんともね、使い勝手のいいボトルですので、ぜひぜひ皆さんもこちらね、あの興味があったら、お買い求めで、まあ、自分でねいろいろとカクテルを作ってみたらどうかなと思います。今日はこちらにオレンジを合わせて、ブルーベリーオレンジを作っていきたいと思います。今回のもう一つの主役がこちらですね。じゃん、オレンジです。はい、でこちらを絞って、でグラスに氷を入れて合わせて混ぜて完成ですので、そんなに、ね、難しいことはないと思いますので、ぜひぜひ皆さんも、見て興味があれば作っていただけたらなと思います。それでは早速作っていきたいと思います。本日はグラスはロックグラスでいきます。このカクテルは別にロックグラスじゃなくても普通のロンググラスでも構わないと思いますので、まあ、好きな飲みやすい方、まあ、家にあるグラスで作ってもらっていいんじゃないかなと思います。ではまずはこちら、切っていきたいと思いますね。よいしょ。ざくっと、僕ね結構こう果物切ったりしてますけど、皆さんあの当たり前ですけど、あのね刃物は気をつけて使ってくださいね。ね、怪我しちゃう人もいますからね。怪我のないように。そんなね、こうね、料理とかじゃないのに、ね、ただこう、果物を切るだけで、怪我しちゃうとなんかね、切ない気持ちになっちゃいますんでね。刃物の取り扱いには注意が必要です。よいしょ。よいしょ。では、1個丸々使っていきますので、こちらも絞っていきます。よいしょ。なんかね、オレンジも本当に美味しいですよね。やっぱね、あの市販のジュースももちろん全然大丈夫なんですけど、ただこういうね、フレッシュを絞るとより一層美味しい気がしますよね。気がするだけかもしれませんけどね。よいしょ。では、こちらグラスに氷を入れていきます。大きい氷を2個入れましょう。大きい氷を2個で、こちらですね、
こちらのね、リキュールはアルコール度数もそこまで高くないですので、まあ、ちょっと多めに入れてもいいと思います。まあ、僕はね、通常通り45ミリ入れていきたいと思います。それではこちらにオレンジジュースを入れていきます。と、よいしょ。おりゃー。あの、果肉入れてもらっても全然構わないんでですね、あの、好みで作っていただけたらと思います。こちらちょっと置いておきましょうかね。はい。で、今はね、こうちょっとこう2層になってますので、こちらをちゃんと混ぜていきます。カクテルの中にはね、こうやってあえてこう層を作って、目で見て楽しむカクテルなんかもあったりしますので、いずれはね、そういったカクテルも作っていきたいと思います。あんまりこうね、目で見て楽しむカクテルは味はそこまで美味しくなかったりもしますけども、まあそれはそれでまだね、こういったカクテルの醍醐味の一つですので、いずれはお楽しみにということでですね。よいしょ。ではこちらで完成ですね。はい、こちらで、ブルーベリーオレンジの完成です。オレンジの甘酸っぱさとブルーベリーの味、そして香り、こちらはね、すごくいい感じにブレンドされて美味しいカクテルなんじゃないかなと思います。今日は祝日ですのでね、夜、時間があれば家族で、作って、飲まれてみてはいかがかなと思います。それでは本日はこの辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思います。また明日よろしくお願いしたいと思います。今日はじゃあこの辺で失礼します。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。